今週も始まりましたミムのチェックチェックチェック。この番組は私あさとミムがゆるーくゆるーくひたすら50分間トークをしていく番組となっております。またこの番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm792@fm-nirai.jp fm792@fm-nirai.jp です。またこちらの番組ユーストリームの方で動画の配信もしておりますので、そちらもチェックしてください。はい、ではそれでは早速ですが、こちらで1曲目をお聴きいただきましょう。グレイさんで戸惑いです。
グレイさんで戸惑いでした、はい、先週の放送でですね、私はちょっと、ま、ラジオの中で最近料理を頑張ってるっていう話をしたんですけど、ちょっとね撤回します。この1週間で実はですね、ちょっと凝ったものを作ろうっていう話にお母さんとなりまして、でね、ニョッキを作ったので、ジャガイモがいっぱいあったからニョッキ作りを試みたんですけど、失敗しました。なんかね、ニョッキは作り方を調べたら、ジャガイモをすりつぶして、で裏ごしして、でそこに小麦粉とか片栗粉、強力粉とか、まあ、もち粉とか、あと卵入れて、で練って、でそれをこのニョッキの形見せ形して茹でて、でソースと絡めて食べるみたいな感じの料理なんですけど、ちょっとね、私とお母さんはどうせ作るんだったら、じゃヘルシーに作ろうってことになって、ちょっとこの小麦粉とかをね、このレシピよりも少なめに入れたら、で卵も入れなかったの、まあ、入れなくてもなんとかなるだろうと思って、まあ、ニョッキ作って、でニョッキ結構この形を作るのが大変で、一個一個このニョッキの形にフォークでこうなんかこう作るんだけど、でようやく結構な量を作って、はい、いざ茹でましょうってなって茹でたんだけど、この茹でたしんお湯に入れた瞬間にニョッキが消えたの、なんて言ったらなんか消えたの、小麦粉とかこの卵のつなぎが少なすぎて、このジャガイモが多すぎてお湯に入れた瞬間にジャガイモが溶けたんだろうね。このせっかく作ったニョッキ全部なくなっちゃって、お湯にもうさ、私一個一個頑張って作ったのにすっごいショックだった。結局ね、失敗して、ニョッキ作りは、まあ、ちょっと余ってたジャガイモがあったので、もうそれで作り直しをしたんですけど、ちょっとなんか料理頑張ってるって先週の放送で調子に乗って言っちゃったので、ちょっとこれは皆さんに謝らないかなと思います。まあこれから頑張ります。まあ、それでここ1週間は結構この美味しいものをいろいろ食べ歩いて、それを実際お家で作ってみようと思って、結構いろんなカフェにね行ってきたんだけど、ちょうど一昨日行ったカフェがすごい面白くて、あれはね、西原の方にあったカフェなんですけど、ブックカフェっていう、この本がたくさん、2500冊だったかなぐらい置いてる、もう図書館みたいな作り のカフェで、名前がカフェブッキッシュっていうブックカフェに行ってきました。で本当に本がね、いろんな種類の本が、絵本から小説やら、まあ、料理本とかも様々な本が置かれていて、で私が大好きな星新一さんの作品もあって、でそこでこのご飯食べながらお茶して、で読書もできるんだけど、で本 このレンタルもやってる、貸し出しもやってるらしくて、でねまたね雰囲気がすごいの、結構高台にあって海が見えて、でこの森とかも見えて、すっごい日当たりもいい場所で、そこで読書しながらご飯を食べてきました。でね、私が食べたのがキッシュのプレートだったんですけど、キッシュとかってねあんまり食べる機会ないじゃん、家で作るのもめんどくさいし、でもそこのキッシュがすっごい美味しくて、でドリンクはなんか豆乳とフルーツのスムージーを頼んだんですけど、そうそれもまたね美味しかったの、なんかドラゴンフルーツと豆乳で作ってるスムージーらしいんですけど、それも美味しかったので、よかったら皆さん行ってみてください。西原だね、あれは西原にあるカフェブッキッシュさんですね、よかったら行ってみてください。で最近このちょっとね頑張ってスムージーとかねフルーツとか豆乳とか、ちょっと女子力高めの意識高い系のものに目覚めまして、ちょっと美容を頑張ろうと思ってね、最近ちょっともう若いだけじゃ済まなくなってくるような年齢に近づいてきてて、ちょっとお肌の手入れとか頑張ろうかなと思って、で最近なんかねお酒とか飲むと翌日にすっごい顔がむくむようになっちゃって、でそのむくみ取りをいろいろ Google 先生で調べてたんですけど、バナナとかねヨーグルトとかフルーツがいいって書いてて、最近頑張ってフルーツとかスムージーとか、なんかおしゃれなものを体に取り入れるようにしています。でなんかお水をいっぱい飲んだ方がいいって書いてて、
でこのお酒、本当はお酒飲んだ量と同じくらい、同じ量水を飲むと結構なんか翌日むくみづらいとか書いててやってみたんですけど、まあ、むくみも良くなったし、プラスなんか二日酔いもしなくて、あんまりそんななんか水飲んだ方がいいとか知らなかったんですけど、本当に飲んだ後は大量の水を飲むと翌日がすごい楽になりました。そう、去年まではね、二日酔いもしなかったのに、最近私二日酔いすんだよね。そう、水いっぱい飲むのすごいいいと思います。あとトマトジュースもいいって聞いてやってみたんですけど、トマトジュースも良かった。全然二日酔いしない。でなんかトマトと割るカクテルとかもあって、結構この後半とかはそれを頼んで飲むと、まあ、翌日も辛くないっていうね。ちょっとね、肝臓がね弱ってきてるのかな、やだ。そうだ、まあ、相変わらず私はもうお酒大好きで、毎晩結構晩酌を一人でしてたりするんですけど、最近ハマってるおつまみをちょっと今日は紹介しようかなと思います。まずね、第1位、もう最近ドハマりしてるものがあって、それはですね、耳が、多分沖縄の人しか食べないのかな、耳があって。でもなんか売ってるところも少ないんだけど、この沖縄市コザのローソンがあるんですけど、そこに耳側のジャーキーが売ってて、ほんとちっちゃい袋で100円ぐらいで売ってるんですけど、それがねすっごい美味しくて、今までなんか沖縄に住んでても耳側を食べる機会ってあまりなかったんだけど、なんかのきっかけでそれを一回いただいて食べてみたらすっごい美味しくて、ちょっとなんか私が好きなやつは耳側をジャーキーにしてピリ辛風の味付けにしてるやつなんですけど、それがねまたビールと合うの。そう、耳側ジャーキーはねおすすめです。コンビニも結構置いてるところと置いてないところがあって、私もなんか何軒か結構コンビニ探したんですけど、今のところまだその沖縄市コザのローソンぐらいでしか発見できてなくて、ちょっと耳側を買いにだけに国際通りまで行こうかなって思うぐらいちょっと美味しいので、本当に皆さん耳がよかったらコンビニで見つけたら食べてみてください。これはすごいいいおつまみになるから。でちょっと前まではイカゲソのブームが来てて、もう毎日イカゲソ食べてたブームがあったんですけど、もう1日絶対暇があれば口からイカの足が出てるみたいな感じの期間もあったんですけど、今それの期間を終えてこのイカゲソから耳がブームに来ました。本当に美味しいのでおすすめです。でもう一個ハマってるものが缶詰。缶詰は結構昔からすごい好きで、今いろんな種類のね缶詰が出てるから、それをこの探しながら、あ、こんな缶詰もあるんだとかこう見ながら、そういう楽しみもあって、よくドン・キホーテとか行って缶詰コーナーでずっといたりとかしてたんですけど、まあ、いろいろ缶詰食べてみて、なんか最近ね缶詰コレクションっていうちょっとお高い缶詰が出てて、缶詰って1個まあ100円ぐらいのイメージがあると思うんですけど、その缶詰コレクションは1個400円ぐらいするの、結構高くて、でこの入ってるものも缶詰のクオリティを超えてるんだよね。私が好きなのは牡蠣の燻製なんですけど、この缶詰コレクションシリーズで、まあ、いろんなものがあって、ね、マッシュルームのアヒージョの缶詰だったりとか、本当になんか高級レストランで出てきそうなものが缶詰に入ってるっていう。でその牡蠣の燻製がすごい美味しいんだけど高いんだよね。缶詰で400円ってちょっとね躊躇するよね。だから私もなかなか手を出せずにいたんですけど、最近ちょっと頑張って手を伸ばしてみたら、もうこれは美味しくて、本当にこれは缶詰にしとくのもったいないぞっていうのぐらい美味しいの。だから缶詰コレクションはコンビニにも置いてますので、よかったら皆さんちょっと、まあ、お給料日だったりとか自分へのご褒美の時に食べてみてはいかがでしょうか。美味しかったのでおすすめです。そう、最近、まあ、缶詰とかにハマって、で結構宅飲みをよくするんですけど、やっぱなんかお家でね食べるご飯が美味しいじゃんね。でなんか外で外食するとカロリーとかも高い食べ物になってしまうので、家で食べるときはなるべくカロリーを抑えようと思って、いろいろこのクックパッドとかでこのヘルシーなおつまみとかで調べてみたんですけど、で実際に作ったやつだと野菜餃子、そうこれ美味しかった。あのね
あのお肉の代わりに高野豆腐を入れて、そう肉っぽい食感を出すんだけど、この高野豆腐がすっごいなんかひき肉みたいな味がして、で野菜、あとはもう高野豆腐と野菜のみで作る餃子なんですけど、もう肉はお肉ゼロで作るんだけど、なんかね お肉入ってるみたいな味がするんだよね、この高野豆腐さんのおかげで。なので皆さんこれはねヘルシーなので、夜とかにいっぱい食べても大丈夫だし、野菜餃子はおすすめですよ。でなんかその野菜餃子は普通にね焼いて食べても美味しいんだけど、水餃子バージョンとかも作ったりとかしたら、もうすごいプルプルでプリプリで美味しかったですよ。これもおすすめです。あとはクックパッドで見て作ったやつはキノコのマリネ、これもねあの保存がすごい効くので、いっぱい作ってタッパーに入れて冷蔵庫とかに入れといたら、ちょっとなんかワインのおつまみだったりとかビールにも合うので、そうでキノコはまたヘルシーだし美容にもいいということで、そうキノコはすごいですよキノコハイスペックですよ。これはね本当に保存も効くのでおすすめです。でそう最近思いかまってるものが大根のね煮込み、うちのお母さんが作る大根の煮込みがねすっごい美味しくて、今日もここに来る前にお母さんが作った大根の煮込みをちょっとつまんできたんですけど、うちはねあの圧力鍋で作ってくれてるのいつも、だからすごく大根が柔らかくてホクホクで味もね染み込んでて、そうお母さんが作る大根の煮込みが大好きです。そうすっごいビールと合うからね。大根もねまたヘルシーでしょ。その大根なんかこの時期なんか時期らしくて、大根のうちの母が言うにはなんか大根安くてなんか甘みが多いやつが多いから今の時期の大根が一番美味しいんだよっていうのを教えてくれた、うん、本当に美味しい大根の煮込み。 あとねこの餃子といえば餃子の皮で作るピザもうちのあさと家で昔からよく作ってて、この餃子の皮にトマトソースを塗ってでそこにチーズかけて、あとバジルとかパーって、まあ、適当にあるものやって、それをねあのオーブンで3分ぐらい焼くと、この餃子の皮がパリッパリになって、なんかちっちゃなミニピザができるの。ちっちゃい時はそれをおやつ代わりとかでよく食べてたんですけど、最近になるとねなんかちょっとワイン飲んでる時にちょっとおつまみ欲しいなっていう時にこれだとね簡単に作れるので、餃子の皮だけ、あとはもうケチャップとか適当に塗ってチーズかけてぐらいですごい美味しいので、これ簡単で美味しくておすすめおすすめで、またちょっとおしゃれだしねそうおすすめです。そうなんかやばいおつまみの話ばっかしてるんだけど、そうもう一個他になんかあったかな、あ山芋鉄板、これもお家でよく作るんですけど、山芋鉄板っていうのはあんまり沖縄の居酒屋では聞かないんですけど、福岡に私行った時に向こうでは結構居酒屋の鉄板メニューらしくて、どこに行ってもあるの山芋鉄板っていうメニューが。山芋を吸ってそれに卵を入れて鉄板で焼いて、そこに鰹節とって感じでめんつゆで食べるんだけど、そう向こうで初めて食べて、沖縄で多分置いてるお店あるのかな、少ないんじゃないかな、そこで食べてハマったんですけど、沖縄に帰ってきてから山芋鉄板どこ行っても置いてるお店がなくて、で家でも作っちゃおうと思いまして、フライパンバージョンで山芋こうすって卵入れて、でフライパンで表面カリカリに焼いて、でネギかけて食べたんですけど、全然家でも作って簡単で美味しくて、そうそう山芋鉄板、私結構山芋が苦手なんですけど、山芋鉄板を食べるようになって食べれるようになったぐらい美味しいの でそなんか外がねカリカリで中がさふわふわなの、これは家でも簡単に作れるので、山芋と卵だけあればあと焼くだけなので、ぜひぜひおすすめです。これもねおかずにもなるしおつまみにもなるんだよ、そうおすすめです。最近なんか私はもう夜な夜なお酒に合わせてこのおつまみをもうねこう考えて決めるのが楽しくて楽しくて、そうちょっとお酒の話をしたら止まらなくなっちゃうので、ここで2曲目をお聴きいただきましょう。じゃあグレイさんで唇です。
さんで唇でした。はい、今日は2月26日ということで、2月ももう後半ですよ。最近ね、年明けたと思ったらもう2月終わるからね、怖い、あっという間だ、怖い、やだ。そう、まあ、2月も後半になりましたが、なんと私アサットミム来月で22歳になります。イエーイ。そうで、なんか最近誕生日迎えたばっかな気がするんだけど、もう1年経ったんだってびっくりなんですけど、まあ22歳にそろそろなってしまうということで、1年をちょっと最近振り返ってみたんですけどね、とりあえずこの1年振り返って、結婚式を2回しました。茂木披露宴なんですけど、のちょっと新婦役をやらせていただいて、ドレスを2回着ました。でね、なんか嫁入り前にウェディングドレスを着ると婚期が遅れるっていう伝えがねあるんだけど、ね、21歳のうちでちょっと2回も着てしまって、で18の時も1回着てるんだよね、ウェディングドレスを。私多分本当の結婚式はいつになるのかなって思うんですけど、そう、とりあえずこの1年は結婚式2回しましたね。もうやんなくていいかもしれない、もういっそのこと。はい、まあその他にも結構新しい挑戦をこの1年はたくさんしたなと思いまして、福岡にも行ったし、沖縄に行ったりで、東京にもちょっと長く行ったりとかして、新しい出会いもたくさんあり、ちょっと結構いろんな新しいことに飛び込んだ1年になったんじゃないかなと思います。22歳になってもちょっと21歳の自分に負けてられないんですけど、でそのせいか、あのね、人見知りをしなくなったかな。もともとそんなになんか人見知りするタイプじゃないんですけど、この1年ですごいなんかそれが極まったと思う。なんか初めての人と会う時も全然なんか躊躇しなくなったのが1年間で変わったかな。そう、私中学校とか小学校の時はすごい人間嫌いで、人と喋るのが大嫌いだったんですけど、なんかね、やっぱり20歳超えるあたりぐらいから変わったかな。なんか人と接するのが楽しくなって、それが年々どん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 上がってきて、もう今年は本当にこの1年間は全然初めての人ともすぐお話できるようになったのが変わったことかな。あ、でもね、もう一個悪いことが変わって、なんか親父度は上がったね。なんか日本酒に目覚めたりとか、あと一人居酒屋とか一人飲みをすごいするようになりました。なんか東京に最近行った時にそれは変わったんですけど、なんか商店街とかで飲み歩いたりとかね、ちょっと日本酒に目覚めてからは日本酒の美味しいお店を探して夜な夜な一人でフラフラっとしたりとか、うん、ちょっと親父度は上がったかな。でビールがまた好きで好きで、うん、これはねちょっと控えないといけないことかな。ちょっと22歳はお酒を控えることが目標かな。あ、でももう一個いいことは、あの美容に気を使うようになりました。結構ね、やっぱり20歳ぐらいとか10代の頃は何もしなくても全然肌が荒れたりとかしなかったんですけど、最近はねちょっとね、ほったらかしにしてると乾燥してたりとか、年齢感じるな。昔とはちょっと変わって、それがだからこの化粧水もね、ちょっと今までの倍ぐらいする値段のやつを買ったりとか、あと今まで化粧品がね全部100円均一で揃えてたんですけど、それもマスカラとかも100均のやつからちょっと800円ぐらいのやつにしました。うん、あと日焼け止め塗るようにしたりとか、そう、ちょっと美容に気を使うようになったかな。ちょっと22歳はさらに頑張ろうと思います。あ、でもう一個、この1年間はすごく私料理を頑張りました。あの去年の今頃かな、私が今あのネット番組でミムの A というバラエティ番組を担当させていただいているんですけど、その中 の第1回目の企画で、この私がカツ丼作りに挑戦するという企画があったんですけど、もうその時はね、ちょうど1年前ぐらいなのかな、
全く料理をしたことがない状態 で揚げ物、うん、揚げ物自体もやったことがない状況でその企画が上がりまして、で練習をしようと思ったんだけど、この企画が決まってこの収録までの間に聞かされてたことは、カレーライスを作るっていう企画をやるよっていう風に聞かされてたんですけど、いざ本番になってから実はカレーライスじゃなくてカツ丼でしたみたいな感じで、練習する期間を与えないように私騙されてたのね。でもう初めての状態でカツ丼を作って、でプロレスラーの方に食べてもらうっていうことだったんですけど、もう本当にお腹壊さないか心配なぐらいのものを食べさせてしまったことがあって、でまた揚げ物もね焦がしちゃったりとかしてね、カツ丼ではないものができたんだよね。カツと卵は分離するし、それから1年間ちょっとその放送が悔しくて悔しくて、もうそれ見てやっぱ友達には笑われるわね、ちょっと女子力の低さを自分で見直すいい機会になりまして、でそこから1年間は本当に料理を頑張ってよ。今ではねカツ丼なんて余裕ですよ。ハンバーグも作れるようになりました。そう、この1年間頑張りますよ。ちょっと来年はねさらに料理の腕を上げれるように頑張りたいと思います。やっぱね21とね22歳ってなんかこのお姉さん度がすごい違う感じが自分の中でするので、ちょっと22歳来月からは女子力を磨くことを頑張ろうと思います。はい、ではここで3曲目をお聴きいただきましょう。グレイさんでずっと2人です。
さんでずっと2人ででした。はい、ここでちょっと私の方から告知があるんですけど、私毎週水曜日ライブハウスセブンセブンというあの沖縄市小座にあるライブハウスであのスタッフとして入らせていただいているんですけど、そちらの方でですね2015年3月7日、ガルネリウスさんが沖縄スペシャルライブがあります。こちらがですね、場所がセブンセブン小座、会場が9時ですね、開演が20時、会場19時、開演20時。こちらチケットが前売り券が3500円、当日4000円の前ワンドリンク制となっております。すごいね、こちら豪華な方がいらっしゃいますので、よかったら皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、そして私はですね毎週水曜日担当してるんですけど、毎週水曜日はセッションナイトと言いまして、あのお客さんがそれぞれ楽器を持ち寄ってステージに上がってもらってセッションをしているんですけど、まあ、音楽 を弾きたい方とか、まあ、奏でたい方ももちろん本当曲を聴きたい方も皆様楽しめる場所となってますの で飛び入れてステージで歌っちゃったりとかも全然大歓迎なので、私も歌ったりしてますので、よかったら皆さん遊びに来てください。毎週水曜日20時からオープンしてます、ライブハウスセブンセブン小田です。遊びに来てください。はい、でですねちょっとメッセージを書き込みをいただいてますので読みたいと思います。ミムさんこんばんは。今 FM 2台で初めてミムさんの声を聞きました。ツイッターもフォローありがとうございます。ということで、チャタンいっちゃんかな、チャタンいっちゃんって読むのかな、これはミム英語読めないんだよな、チャタンいっちゃんって読むのかな、多分そうかな。はい、メッセージありがとうございます。今日なんかお酒の話ばっかりしちゃったけど、おつまみの話ばっかだったけど、嫌いにならないでくださいね。また来週も聞いてくださいね。はい、ということでリムのチェックチェックチェックでした。ではグレーさんのこちらの曲でお別れしたいと思います。グロリアスです。また来週聞いてください。バイバーイ。
が届いてますので意見メッセージを読みたいと思います。もうすぐ22歳のミームさん、こんばんは。ラジオネームかずきです。かずきさんだ。 FM 未来も YouTube チャンネル始めたんですね。これでチェックチェックチェックの動画探しやすくなりますね。ありがとう。ところで2つ質問があります。ミームさんのブログで使われている顔文字は何ですか？顔文字ブログニコちゃんマークのやつかな。なんだろう。多分それはですね、アプリで顔文字をダウンロードできるなんかアプリがあるんだけど、それで多分撮ったやつだと思う。ちょっと確認してくるね。でもう一個、あと茶壇町だよりの中の人はミームさんですか？恥ずかしい。そう、あれはね、でもね、もう神っ神でしょ、神っ神の棒読みでしょ。恥ずかしいな、バレちゃったか。実はそうです、そうです、そうです。恥ずかしい、やだ、バレたくなかった。そう、かずきさん、あれ私です。でもあんまり聞かないでほしいかも、恥ずかしい。かずきさん、メッセージありがとうございます。また来週も送ってね。